静岡大学教育学部附属島田中学校は、静岡大学教育学部の附属中学校の3校のうちの1つ。静岡県島田市、中川町169に所在する。生徒定員は1学年120人であったが、平成30年度入学者専攻から108人に縮小された。島田市立島田第二中学校と道を挟んで隣接する。 しばしばメディアや出版物において、付属島田中学校と表記されることがあるが、正式には、付属島田中学校である。この表記は、新聞用語懇談会が、不の字は使用しないと決めたことによる。2019年プールのペンキが塗り直される。自転車通学については、認可制である。それに関してはいくつかの条件がある。なお、自宅から、 最寄りの駅やバス停までの自転車通学に関しては、特に基準は定められていない。当校の最寄りの駅である、島田駅まで利用する。島田駅からの通学は必ず徒歩でなければならない。電車通学と同じく、利用は、島田駅まで。主に、初走、橋場見南方面の生徒がしず、鉄ジャストライン島田西破線を利用し、通学している。 校内には交渉にも使われているユーカリの木が植えられている。また、太陽光発電と風力発電による電気を使った循環式のビオトープも作られており、メダカや水草などが放たれている。夏になると、アメンボやトンボが交尾を観察できたり、様々な種のカエルが生息する。4月新任式、始業式入学式一無開会、修学旅行宿泊研修生大巡り。 島田めぐり、避難生活体験生き方学習報告会5月、教育実習6月定期テスト17月生徒、会長選挙教育相談1学期就業式9月、2学期始業式有ーカリ祭陸上部門10月、有ーカリ祭文化部門教育実習11月、平和学習をテーマとして研修性の高い修学旅行となっており、姫ゆりの塔の前で、目に親し、で始まる、合唱家。 別れの曲を歌うのが伝統となっている。沖縄の現地の人々にも受け入れられている。この恒例の合唱には、一年近くの歳月が、通夜され、元姫ゆり学徒隊の方々をはじめ、毎年多くの方が危機に訪れる。ただし、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響のため3月に、延期される予定である。1から3年生が、各学年3人ずつで集まり、 それぞれの体験活動を報告し合う会。発表形式は新聞、スケッチブックなどにまとめ、決められた時間の中で発表する。ただし、令和2年度は、1年生は、静岡田んぼ島田田んぼという形で行われた。体育祭、文化祭は、ユーカリ祭と呼ばれる。ユーカリ祭には、陸上部門と呼ばれる。体育祭と文化部門と呼ばれる。 文化祭がそれぞれ開催される。ユーカリ祭陸上部門、有陸と呼ばれる体育祭では、保護者の参加率が高いことに加え、卒業生の参加者が多いことも特徴である。体育祭後のテントなどの片付けを卒業生が手伝うことが恒例となっている。また、バザーオークションが併設され、善意で寄付された販売物による収益を、学校法人である学校の運営資金に、 当てられている。ユーカリ祭文化部門、優文と呼ばれる文化祭は、有志の部、展示の部、合唱の部に分かれる。有志の部では、オーディションで選ばれた有志が、ピアノやダンス、太鼓、となどを発表する。ユーカリ祭日常部門、ユーカリ祭文化部門の後に、普段の生活をより良くしよう、ユーカリ祭で培った絆を大切にしようという意味で、使われる。 2004年に国立大学が法人化されたことを契機に、全国の国立大学では経営の合理化による付属学校の統廃合が大きな課題として挙げられていた。付属島田中学校は老朽化が進んでおり、また付属静岡中学校、付属浜松中学校と違い付属小学校を持っていない等の事情もあり、常に存続の危機が取り沙汰されていた。 しかし2009年から2011年にかけての校舎改修工事によって当面の存続が決定した。ありがとうございます。